ゆらりぶらりペロリ、どうもゆらり旅チャンネルのカズヤです。杉本最地アルファです。一度死んでも蘇ることができます。ただ蘇った後は転んだだけで死にます。はい、今回はですね、このスカイハートホテルの様子と、豊洲にありますチームラボに潜入してまいりましたので、そちらの様子をご覧いただきたいと思います。では早速行ってみよん。お、なんかこちらにすぐ近くに生ビール。お、入り口は2階です。ホテルとあれなのかな、繋がってるんですかね。だったらここでもいい、良さそうだけどね。さてチェックインいたしましょうか。フロントは2階です。よし、チェックイン。あ、ここじゃん。あ、全然ここでいいんじゃないじゃん。ホテルのとこじゃん。もうすぐ横に居酒屋があります。これはここに行けということでしょうか。クーポン使えるんだったらなおさらいいけどね。チェックイン完了しました。部屋が9階ですね。はい、着きました。 OKOK、 こっちだ。あ、ここだ。こんな感じでございます。マンションタイプですね。さて、お部屋はどんな感じかな。あ、ほんとマンションみたいなやつだな。なんか一人暮らしのマンションって感じですね、これは。お邪魔しますって言いたくなるような。そして電気はつかない。あれ？こっちは。電気が、つかない。鍵を入れるタイプですかね。ちょっといろいろ荷物を、まだ暗いままでございます。え、鍵入れるようなところはないけど？ないですよ。明かりがつきませんが、どういうことですか？これは。どういうことだ？これは換気扇か？明かりがつきません。ヘルプ。誰か教えて、明かりのつけ方を教えてください。え？鍵入れるとこなんてないですよ。どういうことっすかこれ。お、これ、あ、来た！ここでつけるの？こんなホテルは初めてですね。これは教えてくれないとじゃないか、受付で。さて、改めて、もう見えてたかもしれませんが、一応こんな感じですね。本当に、ちょっとした一人暮らしのマンションの広さといった感じでしょうか。まあでもキッチンがないので、一人暮らしにしちゃ狭いですかね。ユニットバス。うん。まあ、このような古いタイプのユニットバスって感じですね。さて、ここの水圧はどうでしょう。水圧チェックしましょう。あ、これ、このタイプは苦手なんですよ。お湯と水、これちょっとこう回して調節しなきゃ、温度調節をしなきゃいけないという、非常にこれは、やりづらいやつですね。え、弱い。お湯、あー、まあ、でも触ればまあ、あ、では大丈夫ですね。こんだけあれば、音、見た目というか、音よりも意外と強めになっております。ここに一応アメニティが歯ブラシ、ヒゲ剃りはここにあります。シャンプー、リンサ、このタイプですね。まあ、殻で見えないですけど、入ってるでしょう。タオルがここ。うん。そうだ、喫煙タイプなんですね。灰皿があるということは。ここは禁煙ではなかったですね。確か空いてなかったんですね、禁煙が。あ、空いてたけど、多分ちょっと高かったんですね。なので、喫煙にしました。ですが、うん、匂いはここはそこまで気にはならないので、タバコ、喫煙タイプでも大丈夫そうです。ここが、ドライヤー。ちょっとした一応気持ち程度にお茶があります。おっと、うん。冷蔵庫、さて、冷蔵庫がこれはどういうタイプでしょうか、タイプでしょうか。これなんだ。まあいい、それはいいでしょう。これは、あ、調節がここにありますね。今オフになっております。これ皆さん、こういうのはよくありますからね。
今オフになってるので全然冷えておりません。ここでこれはつまみを回すタイプ。ちょっともう今急速に冷やすために一番強にしときましょう。これでよく冷えます。うん。ただこれはね、前も言ったんですけども、強にするとですね、夜寝てる間私は神経質なので、冷蔵庫の音がですね結構ブーンと激しくなる時があるんですよ。その場合はつまみをちょっと戻して、やると収まるという感じになります。まあこのままずっと7にしておくってことはおそらくないと思うんですけどね。まず急速に冷やすために最強にしております。今日は本当歩き疲れました。まあ先ほどちょっと前にね、ご飯の方は止めましたので、今のところ全然お腹減ってないんですけども、すぐ2階にあったあの居酒屋ですね、あそこでリージョンペイ地域クーポンが使えるようであれば、そちらの方で使って食べたいと思います。もし使えなければですね、近くの、セブンイレブンがありますので、コンビニ、そこは使えるっていうのも前もって調べてあるんで、そこで使って、地域クーポンですね、いつものようにいろんなお菓子を2000円分購入したいと思います。ホテルの2階に、ホテルの建物かと同じで2階にあります居酒屋に来てみました。入ってみましょう。こちらがホテルですね。とりあえず私はお酒は飲まないのでコーラにいたしましたよ。じゃあこちらは各杯で、じゃあ乾杯しましょう。乾杯。そらくいつも注文審査もされてないですよね。うん、やっぱコーラだ。コーラうまい、間違いないコーラ酒飲むと基本的にこう、私は後悔しかしないので。各杯うまいですか？うまいうまい。そうです、うまいよ、うん、酒のうまさは私には分かりませんよ。これはメニューはこんな感じですね。ここはなかなか安くて、これを各杯は290円ですよ。ここもタワーも280円、コーラも200円ですからね。普通の居酒屋に比べたら多分全然安いですね。しかも貸し切り状態となっております。落ち着いててすごいね。さらにこちら隣がすぐ駅で電車が走ってくるので、電車鉄道好きには素晴らしい居酒屋かもしれません。おすすめですね。ここのホテルの宿泊者は 10% 引きか、会計時にこの鍵を見せればですね 10% 引きになるそうです。素晴らしい、私たちは 10% 引きです。まあゆっくりいただきましょうか。とりあえず揚げ餃子自分は頼みました。あと知り合いは唐揚げですね。このように列車が鉄道を見ることができますよ。京成線でございます。まず揚げ餃子が来ました。いただいてみましょう。揚げ餃子何も好きです。赤っ、マクラントだ。うまいな。鶏の唐揚げ来ました。追加でフライドポテト焼き鳥5点盛りを注文いたしました。ネギマカ。前人未到の八冠がかかる王座戦です。その挑戦権をかけたトーナメント戦というのが現在行われていまして、藤井七冠、シャキベスト8まで。ウィンナー。このウィンナーって面白い。これは確かに酒が進むやつだね。うまいです。明日はこの台風が関東地方にもちょっと影響しそうなんで困るんですよね。電車が止まらないことを祈っております。居酒屋から帰ってまいりまして、あの居酒屋も本当良かったですね。動画内でも言ってます通り、お得でですね、快適に過ごせる空間となっておりました。そしてですね、今日いやー本当歩き疲れましたね。今回ついに更新してしまいました。今日のですね、歩いた歩数お見せいたしましょう。ダダダダダダーン、なんと
32,357 歩となっております。で、明日はですね、先ほどもですね、居酒屋の方で言いましたけども、台風が、ちょっと迫ってきているということでですね、雨風が明日は強くなる、予報でございます。でもですね、明日はですね、なんとですね、もう前もって、まあ台風が来るとか雨とかっていうのは分からなかったですけども、チームラボの方でですね、明日は予約、してあります。チケットも取ってありますんでですね。いや、でも結果的には良かったですね。チームラボは室内になりますので、明日雨で、今日が雨じゃなくてね、本当に良かったですね。明日が雨ということで、なかなか運が良かったんじゃないかなと思います。で、明日はですね、もう一人知り合いが、来ることになっておりまして、3人で、合流ということになりますけども、まあそんな感じで、今日はゆっくりしたいと思います。それでは皆さん、また明日お会いしましょう。それではバイバイ、おやすみなさいませ。僕はもう疲れたよ、なんだかとっても眠いんだ。おはようございます。今日の天気はもう音でわかりますが、雨ですね。ご覧の通り雨となっております。今のところ風はそこまでじゃないですね。今は用意して、チェックアウトして、そのパーツ屋の方に向かいたいと思います。さて、結構雨が降っております。これからですね、風もどんどん強くなる予報です。電車動いてくれよ。ホテルもチェックアウトしました。これから駅前の松屋に向かいます。朝食を食べにね、行きますよ。では松屋来まして、牛飯、野菜セット、サラダセットね、注文いたしまして、これはもう元々冷ややっこついてるんですね。ではゆっくりいただきます。いやいや、完食いたしました。ごちそうさまでした。これからこのゆりかもめに乗って新豊洲まで行きます。新豊洲駅到着いたしました。もう窓から見えましたけども、相当並んでおりますね。チームラボやばいね。多分あっちだと思うよ。おお、風ね、すんごい行列になってますよ。これは果たしてチケットの意味があるんでしょうか。さて、中に入るまでどのぐらいかかるでしょうか。時間を見ておきましょう。今は11時15分。結構海外の方の方が多そうですね。日本人よりも海外にだいぶ人気があるっぽいです。前がちょっとしたカフェになってるようですね。ただ飲んでる暇はないですね。この感じだと終わってからでも、まあんだけ混んでればちょっとね、この雨だと飲んでる暇はなさそうです。とりあえずここまでは意外と早く来れましたね。現在26分10分ぐらいでこの中ぐらいまでは来れましたね。チケットはどこで
出すんでしょうかね。とりあえず待ってましょう。三軒茶屋がここに。あ、はい。無事入場できましたね。3人分。どうやら靴を脱ぐエリアもあるそうです。それはちょっと時間かかりそうですね。足跡のマークで進んでください。Welcome to Team Lab Planets Tokyo. Team Lab Planets Tokyo へようこそ。With your entire body, immerse, perceive, and become one with the art. 体ごと没入し、体で認識し、これから皆様には裸足となり、全身でアート作品を体験していただきます。There is a water area and a garden area. Please enjoy the water area first. ここでもう早速靴を脱ぐんですね。ここに置いておきましょう。ちゃんとね、靴下も置いときます。脱ぎましたよ。1周目の方はウォーターだそうですね。2周目はグリーン行きましょう。おお、もうなかなか綺麗だ。おお、ここはもうすでに滝になっている。やば、すごい、これは。おお、濡れる。これは確かに脱がなきゃ無理だ。この滝はすごいな。動画だと暗くて全然見えないと思いますけど、すごい勢いで水が流れております。何？ああ、ここで一応タオルがありますね。ふけふけしましょう。丘の上にある光の滝、さっきのこれですね。四国の山奥には自然の滝を使った作品。おお。あお、ぐにゃぐにゃゾーン。あら、面白そう。これは確かに。にゃあ、ビーズクッションね。ああ。これ全然動画真っ暗で全然映ってんだかわかんない。アプリ使えないわ。使えない。寝てえ、ここ。確かにこれ寝たいね。全然映ってない。これ作品、これタップするとって書いて、タップしてもさ、あ、あ、でき、あ、出た出た。柔らかいブラックホール。あなたの体は空間であり、空間は他者の体であると。ちゃんと説明が出ますね。あ、いいね。これゾンビのようにみんな。いや、全然映ってねえな。すごいな。ウォーキングデッド。すごいよ、みんなウォーキングデッドみたいになってる。あ、これか、柔らかいブラックホールだな。おお。なかなか暗がりのこの赤いライトだけでも結構幻想的に感じるもんですね。お読みください。おお、ここはまたすごい。来ましたよ、すごいエリア。おお、すごい。おお、これはどこ、すごい迷子になりそうじゃん。おお、下が鏡になっております。スカートの方は要注意と入るときに説明がありました。おお、このようなものですね。おお、星みたいになって。
が逆さまだ。中にいたってことですね、我々は。すごい広い空間に。おお、下がいっぱい人が。すごい面白い。すごい。また水コーナーにやってまいりました。今回はちょっと深いみたいですよ。あー、ぬるまったかい。膝下ぐらいまでの深さがあります。ね、おー、面白い。おー、幻想的な世界がまた広がっております。おー、すごい。幻想的、すごいの一言しか出てきませんね。さすがチームラボ。これは本当皆さんぜひ来てみてください。これは本当におすすめですね。これは来る甲斐があります。作品を見てみましょうか。人と共に踊る声によって描かれる水面のドローイング。あ、逃げた。この声は人にぶつかると花となって散っていくようです。あれ、散っていかない。全然花となって散っていかないですけどもあれ、あ、今散ってったか。散るやつと散らないやつがあるっぽいですね。してた。バシャン。あ、こいつは、あ、知った姿が。タオルで足を拭きましょう。飛んでるか。ウェットタオルボックス。はい、こも。匂いが。ね、いい匂い。おお、それは動くやつだ。ぴったりぐらいの身長、ぴったりぐらいの。おお、いいね。あ、いい、アイス先生。ああ。すごいね、面白いね。おー。
寝っ転がったりしております。あーなんかクラクラするクラクラするぞ。なんか残念ながら動画ではこれは映ってるかどうか分かりません。おー綺麗、幻想的なもの、宇宙空間が広がっております。花びらが舞ってる感じですね。すごい、地上向きの周りに動いてるな。部屋が動いてるのかな。あー確かに。一旦戻ってきました。シムウォーターエリア終わったので今度はガーデンエリアに向かいます。どうやら外に行く模様ですね。急に外に、あーなるほど、ここかガーデンエリア、外ですね。あいにくの台風の影響でみんな傘になってますけども、この形のは夜というか暗い中イルミネーションで明るいやつはなんかのテレビかネットでなんか見たことあるんですけどね。昼間よりは夜で光ってた方が綺麗そうですね。これは花に触れないでください。本当だ、花と一体化するといったエリアですね。今みんな花の中に行く順番待ちをしているところです。皆さんこれ管理するのが大変そうですね。上がっていくと入っていける、花がのゆっくりとこう上がっていっております。ここは本当に全部鏡なのでスカートは本当に注意ですよ。パンチラし放題になってしまいます。盗撮し放題、パンチラし放題、皆さん気をつけてください。まあ、ちゃんと入るときに説明があります。スカートは注意してくださいということで、ハーフパンツ等も貸してるそうです。さて見終わりましたので出ましょうか。いや本当実に素晴らしかったですね。風もだいぶ強くなっております。やばい、傘がおちょこになる。折りたたみ傘なんでねすぐおちょこになるんですよ。いや本当実に良かったです。チームラボ皆さん本当にこれは来た方がいいですね。これは本当におすすめできます。これも一応ネットになってた、ホームページに載ってたなんか炎のやつですね。これをアプリでやるとなんかこの炎を持って帰れると、アプリ内で持って帰れるということになってますのでやってみようと思います。チームラボ最高でした。これは3200円の価値がありますね。もっと中にいようと思えば時間はいっぱい入れましたけども、ちょっとこのね雨風で電車が動かなくなると困るので退散したいと思います。おちょこになった空から吹き落ちる地上に憑依する炎ということで、これがまたアプリダウンロードしかできない。あ、そうなの？別のやつ。あ、別のやつ？なんてことだ。この炎を持ち帰るには別のアプリをまたダウンロードする必要がある。あ、これですね、専用アプリをダウンロード。なるほど、炎を灯しましょう。炎を共有する。ああ、共有されていきます。ゲットした、ゲットした、まだゲットしてない。あ、
オーケーか。あ、一回、お、お、来た、来た。空から落ちる憑依する炎。これで炎をゲットしたということなんですかね。おー、燃え上がっております。炎を無事にゲットしたようです。これをの、この炎を持ってない人に分け与えることもできるみたいですよ。持ってない人がいたら私が分け与えてあげましょう。まるで私の心のように燃え盛っております。さてチームラボを後にしまして、これからみんなでちょっとお茶でもしてから、ね、電車が止まらないうちに帰りたいと思います。最高でした。チームラボまた来るぜ。はい、いやーチームラボ本当に最高でしたね。今、行こうかどうか迷っている方はぜひですね、一度行ってみてください。この動画よりもですね、実際行って体感した方がより感動すると思いますので、ぜひおすすめですよ。行く価値ありです。私もですね、今度いつかまた妻と一緒に行ってみたいと思っております。それでは今回の東京観光もこれで終わりになります。皆さん最後までご視聴誠にありがとうございました。心の優しい方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。おしめ待ちのおしめなし。